さあ、サマーズチャンネルさあ始まってました。ましたねえ、コカド。はい、お願いします。我々はちょっとね、はい、休んでる時にいろいろやってもらって、いやそうですよ。本当にね、一番大変なロケみたいなのをお任せして。東京タワーでしょ。そう。いや大変でしたよ本当に。俺それさ。絶対嫌だと思った俺もやっぱ言っても荒引き団とかも、うん、一応テレビこうオーディション合格した人たちが出てますもんね、うん、多少厳選されてるもん、ね、厳選されてそんな荒引きどころじゃないですよ荒引き素材そのまま来てるもん、ね、いやそうですよ素材のまま来ちゃったっていういや大変でした ねさあ今回、はいね、何なのか合格者顔合わせ一組だけだったじゃん一組だけです、合格者8回前回小川さん頑張ってもらったんで、うん、その、うん、あ一応これありますよ資料は、はい、いやもう見なくても見たよ俺いやそのね、うん、やっぱ編集したやつを見てるじゃないですか。なるほど、なるほど。そうか。がっつりもっともっと長いですからねマジでほらそうですよだってもう出がさ、うんはいあのラッパーの人、はい、スマイル八木沢ねあれがもうちょっとさ扱いにくそうだったもんねあれが大変でしたねやっぱりもうキャラも決めてきてるから、うん、普通の会話できないんで普通の会話しないもんね、はい、そうですよ、うん、なんかビクターミュージックアーツってねそう知らなかったびっくりしたビクターなんですよ2組、ね、やってんのよ、ね、モノマネのねでもこのどうでした僕の判断はまずいやもう判断通りでしょ、ね、俺判断は的確だったと思うよ大丈夫でした、うん、もっとこれこのコンビ見たかったなみたいなのはないですヒッキーのネタも知ってたし知ってたでしょ、うんうん、知ってる、うん、そうなんですよ、うん、だから完成されたねあのね岡野がさあのネタを見ちゃってたっていうのがヒッキーはかわいそうだったねそうだねいやだって僕何回も見たことありますから俺テレビで何回も、ね、いやちょっと工夫が足りなかったでもあれはまあ完成された芸で素晴らしいんですけどここでやられてもってことじゃないですか知ってるからね分かる分かる、ね、確かに、うんはいうん、せめて新ネタってことだそうですせめてやっぱすごいよなあのバチョフバチョフすごいでしょバチョフはもう勇気しかないほんまにあれだけできたんですよあれだけをやりにだからあれ一本だからなどんな言い方だったっけチョフチョフミーチョフチョフミーだからあの何倍もやってますからねなるほどなるほど出たい人っつってこのメンバーだったことがちょっとあれだよねショックだよねショックって言っちゃうから本当かって言ってこの8階の方はさ、はい、ちょっとドア玉のしゃべりとかあんまちょっと分かんなかったんだけど、うん、あれなんで合格したのまず、うん、あの場の、うん、あのレベルを考えてくださいね、うん、はいはいいろんな人いましたあの、ね、いろんな人の中で、うん、やっぱ一番あの僕も楽しかったし、うん、際立ってましたなるほどあのネタを考えてる時に、はい、女の子がなんかこう素のトークみたいなのあったじゃんそうですあれが持ち味なのいやあれが持ち味ってわけじゃないんですよあのコラボが持ち味ですあの大喜利を考えてる時にあの本当にアイドルやってますからあの子あの3人組なんですよ本当はこれ一人がだからなんかすげえ企業で働いてるんですかそうですそうです成立してないじゃんトリオとしてはねだからなかなか集まれはできないんですよ年に何回しか集まれないみたいなっていうネタじゃないのあれ本当はいないみたいなあのあとネットで見たら3人目の人もいました、うん、あいましたかで何です今日どうするのこれ8階は来てるので、うん、控え室を見れますけど、まあ、一回見ますかどんな感じか、うん 一回ね、一回見ようちょっとじゃあ見てみましょうかうわあもうすごい状態寝ちゃってあ上見てたのかジンクルしてんだなちょっと待っちゃってるからね今これそっからずっと見てるのが多分番組表あ番組表このセットねセットというかセットが、ね、壁ねいっぱい書いてますからね、うん、テレビ朝日もう自然体でいい感じだねこれ8階にいるわけじゃないね8階って言っても8階にはいないです1階にいます警備員という名前なのこの子警備員です写真撮ってる記念に撮ってるよういういしじゃないですかじゃこれさもし来てもらってどうすんのこれまあだから園芸見せてもらうってことね園芸見せてもらうだらこの間と同じこと見せてもらうのか、うん、違うことか、うん、あれ大喜利のお題ってこっちが出したんだっけはい、ね、そうですじゃあまたそれやってもらおうよ一旦あ大喜利ね、うん、大喜利やってもらって、うん、コカドさんにも書いてもらいます僕にも
どういうことですか。いや、プロはそういうことだって。あー、なるほど。プロの壁にぶつかる時があるじゃない。あー、そうですね。じゃあ、お呼びしてください。それでは、8回どうぞ。はーい、来ましたね。はい、ようこそ。よろしくお願いします。合格おめでとうございます。ありがとうございます、ね、すごい見てましたよ。澤部さんだ。嬉しい。嬉しいですか。8回どうもね。8回です ね, 回ですね。この2人ですね、はい、うん、俺さ、昨日見たばっかりだからさ、うん、あ、本人に会えたっていう気持ちになっちゃった。こっち側がね。見てた人に会ったみたいな。嬉しい。見てました。まあ、じゃあ座ってもらおう。はい、失礼します。失礼します。ちょっとじゃあ聞きたいことあればね。そうですね。いやいや、だからまずこのあそこに行こうって思ったこと、そうそうそう、きっかけだよね。出ようとね、たまたまその友達のなんかリツイートで回ってきて、うんうん、こういうのやってるよと。そうですね、かけて、でもうダメ元で行こうって思って、うん、その応募したら他が意外とそのあんまりだったんです。そのうまくいけてもらえたっていう感じは。なるほど、はい、いけるなっていう。じゃあ他があんまりなのを待ってる時はよし、このままあんまりであれみたいな。あ、なんかいけちゃうかもしれないな。そうなんです。そうしたらいけちゃったね。いけちゃった、うん、はい、こういうのも運だからね。まあそうですね。そう、あのなんていうの、順番とかな。パッチューネってのはどれ新しい事務所なの、これは。はい、新しい事務所。もともとスピードワゴンのマネージャーさんが、やっぱそうなんだ、独立して建てた。最近じゃん。最近ですね。最近。二人なんでそこに所属したの。声かけてもらって入らない、うんうんうん、って、はい、じゃあ入ります。へぇー、ほんと3人組なんだよね。そうです、もう一人会社員の。すごい会社員がいいんだよね。めちゃくちゃすごい会社の。じゃあトリオでコントってこと、本当は。とりあえずコントを、はい、やらせていただいて。それを見せずに合格だからね。あ、はい、ありがとうございます。本当にすごいですね。普段はどういうところで活動してるの。普段でも本当に地下のライブというか、ライブ出て、ライブやってない時はどうしてるの。警備員をずっとやってるってこと。あ、警備員は全くやったこと。警備員って名前なだけなんだ、これ。そうです、警備員って名前なだけ。分かりにくいな。はい、全く一回待ったことないです。いや、 大喜利が強そうでしょ。なるほど、名前を警備員にしてるんでしょ。確かに。はい、ね、こっから大喜利始まってますからね。なるほど、名前から。うん、はい、そうか。根本は根本です。アイドルグループなんだっけ。そうです。そう、歌も歌い。あ、そうです、生歌で。ロックアイドルグループなので、うんうんうん、ロックな曲を。でもそっちで行こうっていうよりもやっぱ お笑いもやろうって思ったってこと。両方やりたくて、やりたいかなって。もともとその男2人でやろうとしてたんですけど、うん、最初にあまりにも花がなさすぎて、うん、その1人その女の子入れたいってなって、この子。でもさ、花を1人入れちゃうとさ、なんかネタ合わせとかするときにさ、なんかちょっとドキドキしたり。そればっかり言ってくるんです、三村さん。そればっかり言ってくるんです。匂い感じ、匂い感じちゃったり。本当にそのおじさんですよ、それは。ないの。今の若い人はそんなない。なんか言って言うよね、今の若い人は。みんなそんなないっていうね、みんな。どのコンビも、男女コンビも。装飾というか。じゃあネタ層3人の時は誰書いてるの。あ、でももう一人が書いてる。あ、もう一人も。いや、あんまりいない、もう一人が。大喜利王なのに、はい、もう一人が考えてる。もう一人が考えてます。大喜利王が考えればいいじゃん。大喜利王はその書いたネタにそのあいいねっていうだけで、そのえあと大喜利王どんだけ王様なんだよ。あのこれあんま面白くないねみたいなのを言って、うん、分かったって言って、はい、大御所の3人目の見てみたいな。3人目を隠してるみたいな感じではない。隠してるつもりはない。忙しいだけなんだよね。今日もたまたまそのなんか会社の重役と会議みたいなのがあって、うん、そっち行っちゃうんじゃないの。3人目そんなに忙しいんだな。そうなったらもう俺たちがその会社名言えばクビになるんで。そうなんだ。協力じゃん。はい、怖いな。その爆弾は一応持ってるんで。やってもらう。やってもらいますね。大喜利を見たいんだよ、ね、あ、そうだね。あのさ、東京タワーの時の会の大喜利はやっぱちょっとやっぱ罰だったわけ。そうですね、うん、あれは自分でも自覚あるよ。あれは自分でもその動画見て、うん、うわ俺こんなんじゃないなとは思う。あ、そうなんだ。だ俺が罰出してから顔変わったよね、その後。あ、そうですね。あからたまに顔に出てたよね。その顔は何の顔だったの。あ、これじゃなかったかっていう方。これじゃなかったかっていうのもあるし、あ、コカドさんってあんま大喜利知らないのかなって。そっちの。あ、そっちの顔やった。すみません、両方ありました。確かに、だから分かってねえなみたいなね。結構すごいよ、その攻め方。大した自信だよ。攻め方。すみません、お恥ずかしいです、はい、そうか、じゃあどういうシステムでやったらいいの。じゃあこの間やってたのは、うん、考えてる間に握手会ね、
私がお話をして楽しんでいただく、はいね、で今回はじゃあ我々が大喜利のお題を出すんで、はい、コカドと、2人で答えてもらう。ケイビンとケイビン、あねえすごい、うん、もうコカドも芸歴長いもんね、うん、いやね、はい、もう全部入れたらもう25、6ぐらいいくんですよねはい、そこに勝ったらやっぱ本物じゃない。そうです、僕は今2年なので、そうでその時にコンポンちゃんはじゃあそう、じゃあ我々と握手会の感じ、ね、はい、そうです、うん、絶対ファンにさせる、絶対ファンにさせるっていうね、なっちゃうと思うんですよね、うん、多分。じゃあちょっとお題発表しますんでいいですか、はい、準備は、はいはい、そこも自前のあれがあるんだボールが。そうですね、もう本当そう、これだけを持ってきてるもんね、すげえなー。じゃあお題、じゃんけんが強くなる必勝本、どんなことが書いてある。はあ、なるほどね。じゃんけんが強くなる必勝本が出ました、はい、どんなことが書いてあるんでしょう。さあ、じゃあコンポンちゃんね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。竹さん、こんにちは、ありがとうございます。めっちゃ会えて嬉しいです。いやいや、そう言ってもらえるとね。私もともと中学生ぐらいの時にサマーズサマーズ見させていただいて、うん、夜中まで起きて見てたからすごい共感劇で嬉しいですね。ありがたいですね。え、お二人は私に会えてどうですか。あ、なんかいや、いいですね。第一印象はどんな感じですか。第一印象、あ、可愛らしいなって。え、本当ですか嬉しい。三村さんにそんなこと言ってもらうなんて、いや、可愛いです、本当に嬉しいです、ね、うん、どんなところ、あの画面で見るよりいいですよ ね本当ですか、はい、今の方か、今の方はじゃあもっとカーディガン脱いでもらってもいいですか。え、嘘だよ、やった恥ずかしい。え、じゃあもっとこれからもたくさん会えたら嬉しいなと思う。どこで見られるのかな、多分そうなると、うん、見る現場に行かないと 見れないんだ、ライブに行かないと。そうですね、うん、出た。私はやっぱ頑張りたいから、うん、お仕事頑張りたいから。そうか、OK ですよ、ね、じゃあ一旦ね、大喜利の方行くからコンポンちゃんね、うん、この間、ま、この間なんですね、はい、はいはい、じゃあ警備員、一回見ますか、これ。じゃんけんが強くなる必勝本、どんなことが書いてある。とりあえずグーを出して最悪殴ろう。天才マーコさんみたいな形で天才と早いのよ、コンポ早いのよ、天才が、ね、周りの空気をスーッと見てやらないと甘やかしてることなんだ。そうそうそう、さあコカド、じゃんけんが強くなる必勝本、どんなことが書いてある。まず石とハサミと紙の説明から。おー、天才だね。同じように、そういうことだよと、うん、まあ、うん、ドローにしときますそうそう、ドローにしときます。若干コカドがリードしてる感じもあるから。あ、若干そうですか、うわ、そう、最悪殴るっていうのが良くなかったか、ね、そうだねそうなっちゃうとね、良くなかった、うん、良くないはないんだけど大喜利そうだね、うん、汗っかきのかっこいい言い訳は。ああ、せっかく何目ですね、はい、じゃあね、コンポンちゃん、はい、もう一回お話できて嬉しいです。一回しかないかと思ったから。何回もあるよ、何回もあるよ本当ですか、うん、嬉しい。え、ね、大竹さんがなんか私の第一印象言ってくれなかったんですけど、うん、俺さっきあの流れの中で言ったんだけど、え、もう一回。いや、だからその画面で見るよりも本物を見に行った方がいいんじゃないかなっていう。本当ですか。ライブ行った方がいいなと思ったら、嬉しい、やっぱ違うね、本物の方が、本物の方がいいですね。どういいんですか。どういいっていうと、まあそうね、可愛らしいなっていう。嬉しい、優しいな、ね、もうちょっとあの可愛くないのかと思ってたから。え、思ったよりもはるかに可愛い。で、思ったよりも良かったなっていうことです。嬉しい。じゃあ、ね、私に会えてハッピー。そうですね、ハッピー。嬉しいな、よかったなかなかね、ペンの方が進んでないみたいですだからやっぱ難しいお題なんだな。別にパンパン出すわけじゃないんですね、大喜利用はパン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 行くわけでもないのよ。あ、でもはい、大丈夫です。はい、さあ、じゃあ、警備員、警備員か。汗っかきのかっこいい言い訳は。雨が降んなくても雨のシーンできるぜ。あら、おお、いいですね、なかなかいいんじゃないですかね、うん、なかなかいいですよ、うん、あまり大喜利でおおってよくないですよねまあでもあのおおになっちゃったよね、うん、いや、ちょっとやばいな。さあ、ここで汗っかきのかっこいい言い訳は。塩分濃度は薄めだけどね。
うん、おドロー、うん、ちょっと泥試合ですね。ちょっと待って。いやいや悪くはない。そうそう悪くはないですか、うんうん、本当ですか、うん、パーンと来ないですね、うん、ただ雨のシーンできるよと、うん、でも汗だよねと俺は聞いちゃうけどね、もう一回でも塩分濃度は低いし、ね、汗だもんね。今考えたのがいいですか。いいですよ、うん、じゃあお願いします。まあじゃあドラえもんわかる、うん、ドラえもんわかりますよ、はい、もちろんわかります、うん、ドラえもんのび太がドラえもんに絶対言わない一言。あーあー、はい、これはねよくあるでしょ。広い、うん、ね、何でもいけるじゃん。のび太は大体のこと言いそうだよね、ドラえもんに。でも言わないことはない。これだけは言わないの。これを言っちゃダメなんだよ、うん、ドラえもんには、うんうん、ドラえもん、なるほどね。のび太がこれだけ、はい、じゃあ参考までに1回出していいですか。はい、じゃあ大竹さん、はい、のび太がこれだけは言わないドラえもんへの一言、ちょふちょふみー。言わないよこれ。言っちゃうとドラえもんがこう、ちょふちょふみーはちょふちょふみーしかの人しか言わない。そうだからのび太言わない絶対。ちょふちょふみーはね言ったところでドラえもん、うん、何、少し暗くなる。のび太くん、ちょふちょふみーって何って言うだけだ。大喜利やんないの、コンポンちゃんは。大喜利嫌いです。嫌い嫌い。コンポンちゃん、ちなみにのび太がこれだけのびドラえもんに言わない一言何だと思う。例えば僕ドラえもん。お、あ、面白いじゃん。やった、嬉しい、嬉しい。いいね。ちょっと待って待って、ちょっと違う違う違う。いいの出たよ。おいやばいね。本人がドラえもんは僕ドラえもんって言われるのが一番嫌だ。ちょっとやめて。いや俺がドラえもんだから。そうそう。一番嫌なの。コンポの答えを膨らまさないでください。正解かもしれんやん。一番嫌だ。やばいよこれ。やばいやん、警備員が握手会することになるやん。いや本当ですね。ちょっと警備員頑張れ、言ってみよう。のび太がこれだけは言わないドラえもんへの一言、はい、ドラえもん、家の前のワゴンちょっとずらしてくんない。面白い、うんうん、あるある。いやこの後だから。この後だから今度あるよ。じゃあドラえもん、それは人間にやらせろよっていうね。お前のお父さんに頼めやっていうね、はい、うわでもいいね。さあじゃあいいな、コカド、さあコカド、はい、のび太がこれだけは言わないドラえもんへの一言。ドラえもん、うん、ドラン、あ、もう一回いいですか。ちょっとダメだ、芸歴二十数年噛んでる場合じゃない。二人よかったから。のび太がこれだけ言わないドラえもんへの一言。ドラえもん、ドラゴンボールがあと一つ足りないよ。うん、なるほどね。ちょっとコカド、警備員にちょっと一歩リードされたんじゃない。やばい、だから泥状態。ただコンポンちゃんが一番コンポンちゃんが結局コンポンちゃんが一番しかも短い一人でっていうのはやっぱ、ね、うん、キレがあったもんな。キレがあるもの、短いっていうのはやっぱり、ね、僕ドラえもん強いですよね。うん、はい、 iPhone100 についた画期的な新機能とは、うん、結構こういうのって大喜利のパターンとしてある。パターンとしてあるんですね。めちゃくちゃ答えたことあります、ね、あるでしょ。めちゃめちゃ答えたことある。だめちゃめちゃ答えたことがある中のベスト、1位を出せば、ベスト、ベスト一番 の、 そのヒットを出せば、うんうん、ヒット出せば、ね、それで、うん、すごい、ね、ゴンボちゃんどうこれ。え、ないです。 iPhone100、うん、これは iPhone100 について画期的な新機能とはないです。ないのね。今と変わらない。99と対して今のでいいですよ。答えはもう進化してない。進化してない。13と同じっていうね。警備員さん来ましたよ、iPhone100 についた画期的な新機能とは。ボタンを押すと、うん、iPhone28 と iPhone72 に分かれる。おお、2個持ちになれる。せっかく iPhone100 買ったのに、うん、過去のやつ2個になっちゃ う、 っていう。もったいないっちゃもったいないな、うんうん、あれ、小川さん、ペン小川さんも小川さん前に言われてます。これ意外と難しいよね、シンプルすぎてね。頑張って、ね、はい、iPhone100 についた画期的な新機能とは。 iPhone99 より一回り大きくなる。いや、いいよ、いいんじゃない。いいと思う、うん、iPhone99 がどんぐらいか分かんないけど、はい、大竹さんの正解を見てみましょう。書いてねえよ俺の正解。
ねえ、じゃあお題変えて一斉にやってみる。そうしようじゃあ。一斉にやってみます。一斉にやってみます。いきます。はい。今考えました。はい。いろいろと。この人居酒屋初めて来たんだろうな。何をした。うん。何をした。うん。まあ居酒屋初めて来たんだろうな。何をしました。なるほどね。うん。居酒屋初めて来たんだろうな。何をした。あ、はい。来たね。この人居酒屋初めて来たんだろうな。何をした。呼び出しボタンピンって押して。うん、あ、そういうやつかって。いそうだね本当に。なるほど。うん、お結構だからやっぱ現役に一番近いだけあって。そうね。割とあるある的な。呼び出しボタンだよね。はい。うんはい、この人居酒屋初めて来たんだろうな何をした。一人で来たんですけど何名様ですかって言われてじゃあ4人でお願いしますって言ったなんで4人に増やしたんだいや結構いいっすよ結構いいっすよ結構いいっすはい、この人大竹さん、うんうん、じゃあこの人居酒屋初めて来たんだろうな何をした、いらっしゃいませーって言っちゃった引っかかみんなに連れてみんなに連れていらっしゃい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 あの私がいらっしゃいませって言ったんでいらっしゃい言わなくていいんです言わなくて終了ねそんなに出なかったですね、いや良かったですね大喜利が良かった楽しかったね本当はずっとねできるゲームですけど一旦あの8回はいかがでした、うん、いややっぱりねいいあいい結局うんなんか今日人間味が出たっていうかあとだから本当にお笑いにだから一生懸命今やってるじゃん邁進してるじゃん、はい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 ね、はい、自分の答え納得いかないとかっていうのもありながら、うんはい、でいい答えもあったし、はい、だからもうこの伸びてってほしいよ、ね、いやいいですよあよかった、うん、ポンポンじゃどうなりたいのこの後は私はサッシーみたいになるだから まだまだ間に合いますからいやいや全然ね、うん、お笑いから入ってそうそう、ね、マルチタレントになっていいうわもうそ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 っかそ、ね、じゃあトリオでっていうことじゃなく一人であ私が目立てばいいそうか、ね、最終的には、ね、二人を捨ててね私が目立てばいい、うん、いやでも良かったですあのなんか本当かこの二人で良かった優勝そう、ね、だからなんていうのいてさ、うん、ハラハラしちゃうような人はやっぱちょっと難しいよそうかそうか、うん、やっぱなんかバランスもいいんでしょうね強調 ね、うん、できてるから、うん、よかったですよだって警備員の顔ずっと見た後やっぱこうコンポンちゃん見るとホッとするどういうことですかいやいやだからなんかねずっと警備員を見てらんないから別にブスじゃないもんね警備員は、うんあ、ブス、うん、ブスではないですね。ねあんまりブスとは最近言わないかもしれない。いい顔してるブスって久々に言ってました。いい顔してる。いい顔してますよね。ね警備員もね、うんはい。ぜひまた会いましょう。あ、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、小柄もありがとう。ありがとうございました。第4回、練りに出た長男も引っ掛けクイズ白かおいおい澤部のファンなんかいるのあったーこうすぐいるじゃんなにこれでかいじゃん夏も冬もめぐる季節をサマーズチャンネル